同村軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点での人口は24,365人で、軍庁所在地はレキシントン。同村軍は隣接するゴスパー軍とレキシントン小都市統計地域を構成している。ネブラスカ州のナンバープレートで、同村軍の車両は最初の数字が18になっている。 これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際、同村軍の車両登録台数が州内の軍の中で18番目に多かったからである。同村軍は1860年に組織された。軍名の由来に関しては2つの説があり、1つはペンシルベニア終戦室で共和党に所属した連邦会議員のジョン・リトルトン・ドーソンにちなんだという説、もう1つは 初期の開拓者の税ドーソンにちなんだという説である。しかし、現在では、校舎が有力な説とされている。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍は総面積2640平方キロメートルである。このうち2623平方キロメートルが陸地で16平方キロメートルが海や湖などの水地域である。 総面積のうち0.621%が水地域となっている。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、同村軍には24,365人、8,824世帯、及び6,273家族が暮らしている。人口密度は9、平方キロメートルで4、 平方キロメートルの平均的な密度に9805件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、白人82.32%、黒人0.31%、先住民0.67%、アジア系0.66%、太平洋諸島系0.01%、その他の人種14.49%、及び本欠1.53%で、 25.36%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。軍民の32.0%がドイツ系、6.7%がアメリカ系、6.7%がアイルランド系、6.24%がイングランド系移民の子孫である。同村群に住む8824世帯のうち35.80%は18歳未満の 子供と暮らしており、58.80%は夫婦で生活している。7.90%は未婚の女性が接待種であり、28.90%は家族以外の住人と同居している。24.60%は特許で、全世帯の12.00%は65歳以上の特許老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.71人であり、 家庭の場合は3.21人である。軍の住民は29.20%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が8.40%、25歳以上44歳以下が27.60%、45歳以上64歳以下が20.70%、及び65歳以上が14.10%となっている。 平均年齢は34歳である。女性100人に対して男性は101.70人で、て、18歳以上の女性100人に対しては男性は100.90人にいる。軍の世帯ごとの平均収入は36,132ベ米ドルで、家族ごとでは42,224ベ米ドルである。男性の26,865ベ米ドルに対して、 女性は2569ベイドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は15973ベイドルである。総人口の10.80%、家族の8.60%は貧困線以下である。18歳未満の子供の14.20%、および65歳以上の9.20%は貧困線以下の生活を送っている。 ありがとうございます。